では、今日最後の演奏者になります、テノールのベイ・チェチョルさんです。実は私も2年前までは強度のクリスチャンアレルギーでしたが、神様によって私の人生に与えていただいた偉大なアーティストであり尊い友のおかげで、ベイ・チェチョルさんのおかげで私も今はイエス・キリストを心から信じ、大きな平安の中で生きるものとして、祝福されたものであります。ベイ・チェチョルさんご存知の方も多いと思いますけれども、ザ・テノール真実の物語、全国で公開になりましたこの映画、台湾、韓国、香港、5月には香港です。そして今年はヨーロッパとなんとイスラエルでも上映が決まりました。その映画の主人公でもあります、ベイ・チェチョルさんです。どうぞ。Lyrical, a delicate and poetic expression. Sfinto, a voice that penetrates the audience's heart. He is certainly the greatest. Tenor, lyrical, Sfinto. It is thyroid cancer. No, no, doctor. He's a singer. He's an opera singer. What is more important?Life or singing? 당신이 나는 세탁클리스터 볼게. Can you really imagine your life without singing? 난 포기할 수 없어. 무대로 돌아가야 돼. Pauper, servus et tu.
どうもありがとうございましたよ。저는한국성악가인테너배재철입니다。皆さんこんばんは。韓国の声楽歌手のテノル、배재철と申します。제가성악가로서의삶을사는동안에저에게한번의큰어려움이있었습니다。この声楽をやってる人生の中で一度大変な苦しい時期がありました。그것은제목소리를잃어버린사건이었습니다それは他でもなく声を失うということでした그런데여러분께서지금들으시는제목소리는하나님께서저에게두번째로주신선물과도같은목소리입니다皆さん今お聞きになった私の声は神様からいただいた2番目の大きな声です이박수는저에게오는것이아니라하나님께가는박수가この拍手はぜひ神様に捧げたいと思います그전에제가하나님께서저에게첫번째제가어머니뱃속에서태어났을때주셨던목소리는저만을위해서사용했었습니다以前の私の声つまり母体から生まれてからこの仕方自分の声は自分のためだけに使っていました저는제목소리를한번잃어버린그런경험을통해서하나님과의관계를회복했습니다ところが声を失うというそういった経験を通して私は神様との関係を回復することができたのです저에게는그사건이죽음과도같은사건이었습니다この事件私にとっては死と同じようなものでした그런데그사건이저를살리는사건이되었습니다ところがその事件が私を生き返らせたのです저의지금목소리는하나님을찬양하는데사용되고있습니다私の今の声は神様を賛美することに使われております이것이하나님의은혜인것같습니다これこそ神様の恵みでしょう저는늘행복한마음은혜로운마음으로하나님을찬양합니다私はいつも幸せな気持ち恵みに満ちた気持ちで賛美を捧げます이세상에는우리예수님우리하나님밖에는귀한것이없습니다この世の中で神様私たちのイエス・キリストだけが尊い存在だと思います저의마지막찬양입니다주예수보다더귀한것없네찬양드리겠습니다最後の曲を聴いてください
아멘.